ジャンラサールはフランスの政治家、無所属の国民議会議員。2017年フランス大統領選挙では抵抗から立候補し435,301票を獲得した。フランス南西端のピレネーアトランティック県出身。農本主義に近い中道右派であり、労働者保護政策に積極的に取り組んでいる。1955年5月3日、フランス。 バスク地方、ピレネーアトランティック県の小村ルルディオイシェルに羊飼いの息子として生まれる。ルルディオイシェル村長を務めた後、ピレネーアトランティック県議会議員を経て、国民議会議員に当選。2006年の春、ラサールの地元の選挙区にあるアクウ村に進出していた日本企業、東洋アルミニウムの工場移転に抗議し、ハンストを決行。ハンストは39日間続き、 東洋アルミニウムは計画を断念した。2017年フランス大統領選挙では抵抗から立候補し435,301票で落選した。ありがとうございます。